角川さんと久しぶりに会ったのでちょっと緊張はしていたんですが、なんかお元気そうで本当にまあ良かったなと。どのぐらいぶりかな、もうでも10年近く経つのかな。だからなんか僕は実際の角川さんが監督をしてる出るのは初めてなんですね。プロデューサーというか企画だったりとか、まあ、男たちの山とだったりとか、まあ、そういうのはあるんですけども、監督、実際監督やられてるのは初めて、ね、なので、だから楽しみにしてたんですけどね。なんかすごく自由にやらせてくれてよかったですね。プロデューサーの時はね、割と結構、まあ、コミュニケーションをやっぱり大事にする人なので、すごく、まあ、いろんなところにも気を使ってくださったりとか、また時には厳しいことも指導してくださったりとかもするんですけども、まあ、監督の場合はもう本当にモニター前にドンと構えてる印象があって、まあ、ただただ僕はまあ、それに向かって、まあ、何が欲しいのかなっていうところを自分の中で追求しながら、まあ、芝居を組み立ててましたけど、だからなんかホッとするんですよね。すごく顔がね、顔を見ると本当にホッとするんですよ。それがね、またいい感じに作品にまた伝わればいいかなと思うし、またやっぱりこうやって見るとチームワークがねすごくよくできているので、僕の中でもいろんな部分でも、そのモンゴル行った時でもいろんなことをご指導してくださった先生なので、本当にそうは思ってますけどね。